今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日はじゃじゃじゃーん、マックの月見バーガーなどなどの新商品をたくさん買ってきました。今ね、夜の11時とかなんじゃけど、私普段この時間寝とるのでめちゃくちゃ夜更かししとる気分です。マックの月見もめっちゃ食べたくて、普通にね昼食べようと思ってたんだけど、深夜に食べたらめちゃくちゃ美味しいんじゃないと思って、ちょっとねいつも10時ぐらいに寝るけどぐれて、初の深夜マックいただいちゃいたいと思います。実家暮らしなのでお母さんとかにバレたら何やっとんじゃって言われるので、ひっそり食べていきたいと思います。それではいただきます。イエーイ。というわけでね、最近発売されたマックの新商品ほぼ全部買ってきました。やばい、こんな夜にマックとご対面することなんてない。私そもそもマックを昼にしか食べない人間なので、初の試み。好きなだけ食べたいと思います。いただきます。じゃあね、まずね食べたいものから食べたいので、こちらの濃厚ふわとろ月見からいただきます。やばい、めっちゃ美味しそう。いただきます。スクランブルエッグみたいな卵がとろとろで、肉の味がガツンときて、それでチーズが絡まってめちゃくちゃ美味しい。なんだこの食べ物。卵の白身もプルプルで美味しい。これソースもめっちゃ美味しいわ。月見はいいね。続いてね、マックフロートの巨峰を飲みたいと思います。これマックフィズのソフトクリーム乗ってないバージョン頼んだつもりが、フロート頼んじゃってた。めちゃくちゃボリューミー。混ぜ混ぜしていただきます。まだまだね暑い日が続くのでね、そんな時にさっぱり飲みたい一品です。なんかすごい食レポ、なんか上品な食レポになっちゃった。続いて、あんことお餅の月見パイ。私マックのパイめちゃめちゃ大好き。じゃじゃじゃん、こんな感じですね。あんことお餅って絶対美味しいやろ。いただきます。あんこの優しい甘みと柔らかいお餅とパイのサクサクと塩気がたまらなかったです。次溶けちゃうので、こちら黒蜜とわらび餅のマックフルーリー月見。じゃあ私がこれ車の上に乗せとったのがバレた。黒蜜とわらび餅絶対美味しい。溶けちゃってドロドロだけど、きな粉とかもたっぷり入ってる感じです。いただきます。きな粉とねアイスがね、まずめちゃくちゃ美味しいし、わらび餅自体これ黒蜜なのかな、すごい黒蜜の味がしっかりといてて、なんかタピオカみたいな感じがした。わらび餅結構歯ごたえある感じかも。なんかサクサクしとるなと思ったら、きな粉風味コーンクラッシュが入ってるらしい。最近どんどん歯が弱くなってる気がするわ。歯にしり常習犯だから。続いてシャカシャカポテトのエビの天ぷら味を買ってきたので、シャカシャカします。あーすごい、なんかすごい匂い、腹減る匂いじゃー。夜やからね、静かめシャカシャカしますね。あーすごい、なんかすごい、もう七味みたいな匂いするかも。あーこんな感じですね、至って普通の見た目。いただきます。すごい食べたこと味するんだけど、なんだろう、なんか魚介の甲殻類の殻みたいな、味が濃いめで結構ピリッとしとるかな。うん、喉が乾く味、美味しい。ごちそうさまでした。ちょっとこのチーズ月見だけ明日食べる。はい、というわけでマック月見シリーズめちゃくちゃ美味しかったです。もうね、こんなにね夜中に爆食いしてしまって、明日明後日し明後日の体重が怖いですが、まあ美味しかったのでよしとしましょう。みんなもねマックの月見シリーズね、ぜひなくならないうちに食べてみてはいかがでしょうか。
ちなみに深夜に食べたらめちゃくちゃ美味しかったです。シンプルにマックが美味しいのとプラスなんか背徳感加わってめちゃめちゃ美味しかったです。後に罪悪感がやってきますが、はい、というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にツイッターとインスタグラムのアカウントのリンクも貼ってますのでぜひフォローお願いいたします。というわけで今日の動画終わりです。お疲れ、ありがとうございました。今日はもうこんなに食べたらすぐには寝られんので、久しぶりにちょっと夜中に作業してから寝たいと思います。すごい幸せじゃった。